はい、どうも、あれです。あれです。あ、どうも、またお邪魔してます、みのりです。よろしくお願いします。本日はですね、8月7日日曜日ということで、はい、ここ、新宿、現スポーツパレス、ね、やってきてるんですけどね、まあ、この4人が揃ったらなんかね、もう分かりますよね、イベントね。何でしょう。この服からね、ヒントを。そうですね。あれ、どっから見ようかな、デザイン。これ。あら、まあ多分、取り扱い注意過ぎてんのかな。ブラックアイパッチと。ああ、そうだね。ブラックアイパッチの。寝技注意とか、ね。今日はね、河村選手、ね、いつも、まあ、いつもたまに動画にね。いや、まあまあな、現場。ね、いや、めちゃくちゃ合うよ、原宿。最近すごい合いますけどね。そう。なんか動画見るためにまた出てるってこと。そう。もう4回目出てる。いや、マジで動画映ってない時もあってるから。あ、そう。そうね、河村選手が、ファイティングネクサスのね、チャンピオンの防衛戦と。やばいうことでね。一回流れちゃって。生で見るの初めてですか。生で見るの初めて。一回ね、だから YouTube とか見たのよ。俺見た見た見た。一本決めてね。ちゃんと自分の目で目の前で見れるっていうのは。チャンピオン、すごいっすね。めちゃくちゃ。去年のこのタイトルを取った試合以来。いやでもこの短期間でめちゃくちゃ痩せてるというか、ね、さっきリングテックで、ね、リング上でこうスパーしましたけどね。ストーリー見たらね、だいぶそうだいぶね、減量も、カッコ出まくってた。すごいですよ、生で見るともっとゲッソリしてるというか、ね、アイスボックスと炭酸水しか飲んでなかったよ。ストーリー見たら甘いのは入れないから。だっておにぎりとなんかね、ちょっと食ってるからね。そう、あれ相当大変ですよ。で今日ね、ぜひ防衛します。今日メインカードなんですよ。そう。ぜひね、この防衛してほしいです。お相手の方はこの前ライジンに、はい、ライジンのトリガーに出て、渡辺シュートにスプリットハンテがなんかで勝った。ペーパービューで見た記憶がたまちゃんまして、相手もなかなか強いのはもう無敗じゃないですか。でしかも足換がすごい得意だから、今なり今さかず、はいはいはい、フォロワーみたいな感じの、今なり正和フォロワー。フォロワーかどうかわかんないですけど、みたいな、ああいう感じでこうガンガン足換を取りに行きたいと。渡辺選手が買ってるんですよね、アイドル。なかなか面白いです。朝倉海戦とかもやってるから、渡辺選手。おぉ。だから、僕が相手に勝ってるんですね。すごい楽しみ。そう、だから、大きい舞台へのこう、ワンステップになるかもしれない。確かに、これ勝ってる。結果残して、ね、もしかしたら、みたいな。また、でかい大会。ね、いや、それやる可能性もある。ありますね、これね。全然ある。黄色い声援とか言いますね。のぶといっすね、俺、うん、あ、ケージ待ちってまた多分ロープより大変ですよ、多分。いや、あれちょっとおもろい、ガーッとぶつかったらだって痛いじゃん。あのガチャンって言ったら音がね、いやってくるんで逃げ場がないよ。逃げ場がないもんね。ロープ掴みとかな、そう、ないめちゃくちゃ近いっていう、ね、そう、まあ、さながら今日、まあ、UFC に近いですかね。ルールも UFC じゃない。だいぶ近いです。ユニファイドにかなり近いルールに。なるほど。これ、河村選手大丈夫かな、これ。生きて帰ってほしいですけどね。もう生きて帰るだけで、本当はもう。無事にね、そうですね。そうですね。そうですね。タイトル防衛してもらって。じゃあちょっとね、腕痛くなってくるので、この辺で。はい、それでは河村選手、頑張ってください。頑張ってください。赤コーナーより河村康弘選手の2勝です。ダブルメインイベント第2試合、キクイングプレゼンツファイティングネクサスバンタム級タイトルマッチ5分2ラウンドを行います。青コーナー挑戦者エクストリームエリア須藤タッパー。青コーナー第2試合ファイティングネクサスバンタム級タイトルマッチ精神大学さん
そんなもん。おい。
はい、まあ、ちょっとね、即答できないと思うんですけど、僕のマイクは以上です。すいません、ちょっと生意気だったんですけど、コロナ禍でちょっと大変な時期に、こうやってたくさんの方に応援していただいて、本当に感謝しております。ありがとうございました。見事な勝利でございました。ファイナルセルフに大事な声援が来たのでいたします。おお、すごいでしょ。力使わせて、2ラウンドチャンスけるなと思ってたんで、そしたら来ましたね。いや、向こうからタックル来たところね、うまく対処して、ね、はい、最後はあれ、アナコンドですか？ダッシュショックっていう、はい、ダッシュショック、ちょうど僕らの目の前で決めてくれた、ね、そう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 。で、俺皆さんの前で金網登ろうと思ってたんですけど、もうどこにいるか分かんなくなっちゃってで、あっち行っちゃって、で、戻ってそうそう、戻ってね、そう戻ってくれたから、戻って、いやー、すごい、マイクパフォーマンスも良かったですね。いやー、ありがとうございます。はい、全然並んでる時と雰囲気全く違いましたね。そうですね、並びと、スニーカーの並びとはちょっと、ね、スニーカーチャンネルアブニーゲーム一緒。あ、そうですね、そうですね確かに。いやでも今日来てくださってマジで嬉しかったですね。いや最高じゃないですか。いやいやいや、ありがとうございます。いや本当嬉しいです。一番良かったと思う。嬉しいです。ありがとうございます。まだドキドキしてる。いやでも結構何試合か目からみんな3試合前ぐらいからみんな緊張して、いやありがとうございます。泣きそうになっちゃいました。いやいや本当嬉しいです。ありがとうございます。いや最後は本当ね、こうタップしたんじゃないかしたんじゃないかっていう感じで、なんか落ちたか、はい、そうですね、したかなみたいな、はい、そうレベルがこうストップ、もう完全に入ってたんで、もうあれはもう落ちないか落ちないかみたいな、はい、あ、もう実感もあったと、手に、はい、腕に、はい、もうめちゃくちゃ根性ありました。いや、めちゃくちゃ、いや、で、多分相当入ってました。強いっすね、はい、強かったっす。めっちゃ、俺、あんな寝技でやられることあんまないんで、初めて。いやいやいや、無敗です、彼は。あと、黒星を初黒星を、だ俺、未来を、ツイッターで言ってたんですよ、相手の未来を奪われて。見ました、見ました。俺、やっぱ、それをやってやろうかなと思って、はい、いやー、かましてくれましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。その最高の楽勝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。